ストーリーモード。ここからが私の腕の見せ所ですよ。私のスコープの前に立つのが悪いのです。ターゲットの名前はモテすぎ天蔵、今まで異性と付き合った経験なしと。そんなあなたを私のこの手で幸せにして差し上げます。覚悟してください、天蔵様。私はアタコと申します。キューピッドをやっております。そうです、人間に愛を運ぶ天使です。見習いですが、天使学校3年生の卒業試験は先生から指定された人間にモテ期を与えることなのです。3年生である私は天蔵様を指定されましたので、矢を放つのは在学中に嫌というほど訓練させられているので、卒業試験といってもとても簡単なことなのですが、私間違えて大量連射してしまい、天蔵様を必要以上にモテてしまう状態に陥れてしまいました。それが人生でたった一度のモテ日で、明日から永遠に彼女ができなくなってもですか？人間には生涯3回のモテ期を作るのですが、その時使用するのは一夜なのです。それなのに16夜も当てちゃったから、今日たっぷりモテてモテて困っちゃう MMK になってしまった後、生涯
対そんな日はもう来ないんです。うー、悔しいけど言い返せません。ごめんなさい。そして助けてください。アタコ、このことが学校にバレると正規の天使になれないどころか落第の上すごいことされちゃいます。だから天蔵様、この機会を利用して死んでも彼女を作ってください。どうしてですか。人間が自然だと思っているそれは私たち天使のおかげなんですよ。だけど天蔵様、さっきも申しましたように、あなたは今日を逃すと。はい、異性だけでなく同性、動物からも恋愛感情を持たれることは生涯ありません。それでは誰かを選ぶ前にもっと天蔵様のことを教えていただけますか。勉強についての質問をします。勉強は好きですか。まあ大体そんなところだと思いました。では家で何時間勉強してます。まあそんなところでしょうね。予想通りです。それでは運動についての質問をします。足は速い方ですか。あまり自信がないようですね。では100メートル何秒で走れます。十分速いです。それではおしゃれについての質問をします。ファッションは気にする方ですか。言い切りましたね。毎日変えてますか。変えすぎです。ものすごいおしゃれです。それではエッチについての質問をします。ベッドの下にいかがわしい本を隠してますね。おお、あの年の男の子とは思えない発言です。何冊お持ちですか。あ、一
一途な感じがします。逆にエロいです。なるほどなるほど、天蔵様の人となりを把握いたしました。そう、それでは天蔵様、このパタコに誰に告白するのか教えてくださいませ。告白する人を選んでください。了解いたしました。それではサクッと行きましょう。あとは天蔵様のためにも。どちらも大事ですよ。大丈夫です、本当に。さて、ここから先女の子が次々と天蔵様に向かってくるでしょう。その子たちを見つめてフェロモンショットでバッキューとしょ、そうそう、フェロモンショットは使い方に気をつけてくださいね。ご心配なく、私は天蔵様にしか姿が見えないようにしておりますから。はい、本当です。それではガンガン行きましょう。